通り。あ、もうですか。2日間バイトのクラシック、土曜日日曜日がありまして、昨日ちょっと風強くて、でも予報的にもう土曜日は強風、北西風強風だっていうのは聞いてたので、でただまあみんな手だれでみんな出て、でやっぱ北はもうみんな諦めて無理だった、でさすがに何個で釣ってきてますね。で僕はプラン的にはもうあの北西風だもんで、西岸でやろうと思って、で、メインで考えてたのが山の下の入り口 と、名鉄、その2箇所、あのエリアで高菜釣れんかなと。あこでは沖も無理？無理ですね。いや釣りにならない。もう時々西風ひどかったし、でとはいえ磯っちとか豊本さんとかもはちゃんと何個、磯っちはウィードフラットだから多分卸し物沖なのかなと、豊本さんは卸し物の半分で、2位だと斎藤君も卸しも半分で釣れたって言ってました。で昨日はだから、そっちが7キロ500で2位で、豊野さんが7800でカテゴリー3で取ったんですけど、まあみんな何個も釣ってきて、まあ、それぐらいのウィークは出る感じです。で今日は、風が大丈夫だっていうことだったので、みんな一気に大半は北に、豊本さんは下小松行ってあっち行ってとか行ってました、ね、で林くんが5位だったんだけど、順位で言うと5位が林くん、4位が峰山さんで、3位が磯っち、2位が斉藤くんで、優勝が豊本さんで、5位の林くんは昨日ゼロで今日尾上まで行って北行って、だいぶ尾上で釣れなかったけど、結局北の自分の持ってる東岸の、ポイントで釣ってきて、で4位の峰山さんは北行ったけど釣れなかったもんで、やっぱ南で釣ってきた。で3位そっちは南です、ずっと何個で、2位の斉藤君も昨日の風が強すぎたもんで、北行けなくて休まで行ったけどもう無理だっていうことで戻ってきて、で卸物の半布のショルダーで釣れたって言ってました。で豊野さんさっき言ったように何個戻ってきて卸物で釣ってきた。だから今日は北行ってみんな上田落ちてたもんで、で斉藤君は何個で頑張って、で7キロ7キロ14キロ、だからちょっと豊本さんに追いつかなかったけど、豊本さんは今日北小松まで行って1本取って、1本しか取れなかったところ、帰りぎり帰着ぎりぎり前で安野小田で2本取って、それでなんとか7キロまで上田上げて優勝ですね。今日はでも北も南もボートいっぱい見えてますね。いっぱいでしたね、僕はさっき言ったように初日はもう風強いから分かってるから、もう山の下湾で何とかしようと思って、湾じゃないですけど出口のところなんですけどね、山下の出口のところだから頑張って釣れなくて、で結局名鉄のポンプ小屋、沖のポンプ小屋のメタルバイブで1本出てくれて、でまあでもそれでも8001本と、あと1本は、返し手場でバイブレーションし、もう無理やり引きに行ってちっちゃいのが1本釣れて、それで1キロしかなかった、1キロ100で、今日はもういやクラシックだからちっちゃいの釣ってもしょうがないもんで、ちょっと大場所を打ちに行って、で安野オーダーと卸もを
やっぱ木のメタルで釣れてるし、僕は深い、もう先に先まだ結局はそれがダメだったんだけど、あの季節的に先取りしてちょっと深いところを釣りたいと。でラバージグとメタルバイブで組んでたんだけど、ラバージグはあったり全然なかったし、で メタルバイブは1本あの昨日取れたし、で今日も何度か1本かけたんですけど、やっぱりメタルあるあるで、メタルバイブあるあるで右手で、そこそこ久しぶりの、あ、先週から数えてもう、あの先週から含めても結構良さそうな重い引きだったんだけど、重いとやっぱ切れますね無理だなと、あーうわーって、右手で鱗だけ切って、多分顎の、あ、あのち鱗ちっちゃいから顎のところら辺ぐらいの薄いちっちゃいところの鱗を顎に引っかかったのが外れたんだろうなと思います。濁いの鱗じゃなかった？あ、じゃないです、もう濁いが明らかに濁いもっとでかいもん、うん、まあちっちゃいから多分バスで、あの引きだったら多分まあそこそこ、まあでもまあそんなもんでしょうね、うん、連発もしないし、だからちょっと季節先に進めすぎてたと思います、うん、本当はだからまだ秋口の入り口で反復を狙うのが正しいんだろうけど、なかなかね、そんな簡単に結果論でみんな半分で釣れましたって言って、じゃあ半分なんだって言うけど、そんな簡単に見つからないですどんだけ半分があるんですかって世界だし。だけどやっぱなんか魚を釣ベイトも釣って魚も釣ったところだって言ってたから、そういうといいとこあったんだろうなと思いますね。まあ、昨日あのポンポン小屋でメタルバイブで1本釣れて本当に嬉しかったから、やったーと、これでいけるってパターンでいけると思ったら、何のことだね、落とすバーってなしだからやっぱ早いんでしょうねまだね、これからの季節だから、あの名鉄のあそこポンポン小屋の周りからちょっと入ったウィードエッジまでの間でからメタルを釣れるんですけどね、うん、あの冬に本当の冬に入る前のちょっとこう初冬ぐらいの時にヒューとか入った時にあっこでからメタルで釣れるんですけど、だからそれを狙いに行ったんだけど一本出ただけで難しいですねやっぱり。昨日すごい風吹いたけど水温とか下がってない？水温は昨日はね逆に17度ぐらい、あの一昨日暖かったじゃないですか、はい、あれで水温が上がってて17度で16度台で、はい、今日寒かったから一気に下がるのかなと思ったけど、でも水温的にはまあ16度ぐらい、15度まで落ちてないからをキープしてましたね。であとそっち行ってたけど、やっぱ変な濁り、白濁り、まあターンオーバーなんでしょうね、うん、の濁りがやっぱりフラット側に入ってて、もう先週よりも食わなくなってた。で先週はそっちは3カ所ぐらいで釣れてたんだけど、あの3カ所か4カ所ぐらいいい場所登ってたね。今週はもう全然それが1カ所だけが生き残って残りが全然釣れなくなって苦労したって言ってます。僕もフラットは一応ちょっと見たんですけど釣れる感じはしなかったですね。だけどフェイスブックで確認してても長野くんとか、まあ、あの武田くんとか釣ってきてるから何個で釣れるところにを見つければ釣れるんでしょうけど、そんな簡単にはそうは問屋は下ろさない世界ですね。まあこんなもんでしょうもうこれは壊れて折れるし、結局本体のネジが取れて、もうネジから取れちゃってる。これは壊れる、エンジン壊れる、竿1本これか竿1本、ここがぶち取れるああ、もう壊れまくり、昨日のあれで飛んでる最中で、多分あのメタルバイブだもんね、ここついてて竿が暴れて一緒にカーペットに引っかかって暴れて取れたんですよね。まああるあるですわ、ボート釣り荒れた日に出れば何か壊れる必ず
我慢の3連休でしたね。明日仕事で頑張ろう。しょうがないですね。もうちっちゃいの釣り行ったってしょうがないんだもんで、まあとはいえ5本は揃えられないけど1本だけでもまともなサイズ釣りたいなっていう。まあでもまあバイブ、あのメタルバイブで1本釣れたからよしじゃないですか。狙って、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ今年はこれで終わりましたけど、まだまだこれから来月再来月12123とここで練習しとかないと春が生きてこないから、ちゃんと練習でよ。